キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、サバイバルポジション、今日は阪神タイガーズ編ということで、はい、ね、日本一に達成してから、うん、そんなチームがサバイバルポジションあるのかっていうね。あるんですかね。それはあるっしょ。あるか。それはなんかもうがっちり固まってたイメージがあるんですよ。ある？うん。だってキャッチャーはサバイバルでしょ、まず。あ、確かに。キャッチャーはもう坂本なん、一択なん、もう宇部ちゃんパワーこうへんの、どうなん。いや、なんかもう終盤のイメージでやっぱり坂本選手いいみたいな、なんか半々じゃないですか。でも嘘ですよね、やっぱ半々かな。考えてるって聞きましたけど。だからもうサバイバルやな。サバイバルですね。だってそれで半々でさ、うん、どっちかでパワーバランス崩れたらさ、はい、結局7-3とか 8-2 とかなっていくからね。そうですね、うん、もうサバイバルですね。サブもほら開幕どっちになるのかね。はい、うん、分かんないよ。確かにレベルの高いサバイバルです、うん、そうなん。2つはね、それはだって全部 S 評価じゃないですか。ウメちゃん打たへんからな結局。だから、はい、打つやつ出るから。そうですね、うんうん、そうなってきたら今現状坂本の方が有利やんな。だから今年で坂本王国を作れるかどうかが勝負やな。梅野選手は取り戻せるかみたいな、うん、だ梅野が今年33歳、うん、坂本が31歳だから、うん、ってなった時に今年で坂本王国作ったらもう梅野はもうサポート役に年齢考えてもそうなっていくし、うん、もし今年坂本が梅野に負けるようなことがあったら坂本がサポート役になる、うん、でだいたい2歳しか違わないから、はい、同じ年代だから、うん、わ、ここちょっとどうなるか見どころですね、うんうん、今年で運命決まるな、はい、運命が決まらないような高いレベルで勝負できたら阪神はいいけども、はい、逆に運命が決まらないような低いレベルの、うん、結局守備要員だけみたいな感じになると、はい、どっちが出ても良くなるから、うん、試合に勝ってる方が出る支持を集めるね。そうですね、打てへんから、うん、結局は勝ってるからみたいな言うやん、うん、そう、はい、だからそうなるからね、どのレベルで戦うかだね、はい、でもサバイバルやな、うん、ほら、いきなりサバイバル。お、キャッチャー確定されてないんだよ、はい、僕2024年の予言、阪神を言ってますからね。何言ってる。動画でも出しましたけど、まだ見てない方は 見てもらっていいですけど、うん、シーズン終わった時に結局梅野やったって言われるっていう。僕予言出してるんで。そうなの、忘れてたな、人が。忘れてました、はい、あと紹介するのはいいけど動画の URL ぐらい概要欄載せろって言ってめっちゃコメント来てたね。あ、これ見てくださいっていつも言うときに言うやつ。なんで、なんで上げてへんの概要欄に。いや、載せてます。載せてんの、はい、全部載せます URL、はい、じゃあなんでそんなこと書かれてる。見てないんじゃないですか。あんまり見てるのかなって思います。本当に全部載せてますよ。載せんの。見たことはないんですよね、ちゃんと。あ、そう、見やすいように。しかも俺、右上にもカード出してるんで絶対に可愛いのを見てる。だから、多分その方が運転中でこうやってしてる。聞いてるだけ。聞いてる。終わった時にどこやったっけって言って、まあどこか、うん、じゃあこっちは正しい仕事してんだ。今その子が抜けたりとかもあんまり、うん、じゃあそのコメント欄のやつが間違ってる、はい、貼ってるからな。概要欄確認してください。ね、はい、じゃあ阪神、うん、ね、だからファーストキャッチャーサバイバルだね、はい、でファーストはもう大山、うん、セカンド中野、うん、で、サード、サトデル。サトデル、はい、ノーサバイバー、うん、じゃないですか。大丈夫ですよ。もう大丈夫な。もうアメリカにも行ってたし。途中おらんくなるやん。大丈夫、今年は。でも去年もポコっていなくなったんですけど、でもやっぱ開幕スタメンってなったらサトデルやっぱ入るんじゃないですか。うん、最初我慢してくれるからな、小田さんも、うんうん。でも言ってたよ、小田さんなんか。もう大体全員のレベル分かったから。はい。おバシッと。まあでもサード、サトデルやな。うんうん、ショートも木南で。まあ、去年の活躍だったらそうじゃないですか。小畑の逆襲ない？大丈夫？いや、それはワンチャンあると思うんですよ。うん？ワンチャンある？ワンチャンあると思うんですよ。小畑の逆襲？はい。伊藤らの逆襲は？伊藤らも今、神様に、ね、神様に盛り上げて、うん、代打の神様に、神様に、まだ神様って言われてないけど、そこにじゃあもう行ってんだ、はい、そのポジションも大事ですもんね。大事ですよ、うん、キャラもね。小畑の逆襲ない？あると思うんですよ。あるサバイバル？全然木南やろ？ノーサバイバル？去年のスタート小畑ですか。うん、そうやな。小畑からフォアボールのガッツポーズを見て、よしフォアボール増やしていこうが浸透してきたなって岡田さん言ってたもんな、2戦目ね。そうな、うん、9割木南選手。いや、それ木南やろ、普通に。いや、もう去年の活躍見たら木南選手ですよ。何言ってんの。いや、何があるか分かんないですからね。で、レフトはサバイバルやな。はい、さすがに、うん、センター近本、うん、ライトもサバイバルやろ。
森下確定じゃないやろ。そうですね、ぶっちゃけ小野寺の逆襲あれやろ、やっぱり頑張ったやん、うん、森下ね、森下は確定じゃないやろ、まだな、まだない、ね、まだない、まだ確定、うん、まあ、新人としては頑張ったけど、うん、あと最後ね、はい、ポストシーズン頑張ったけど、うん、もうまあ確定じゃないね、うん、ぶっちゃけノイジー選手は、いや全然確定じゃないそんなもん、いやでも外国人残留してる、あの契約するかどうか問題になってるんだからそう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 、だってあの継続した理由が他のチームに泊まれた尺だから、はい、あとどこかだからそんなの決まってないで、そんなあのままじゃいらないで、ミエセスノイジーはもう、ミエセスやっぱ盛り上げ要因としてもね、うん、大事ですかね、あダメだね、うん、そうそうそうダメだね、そんな、いやもうそろそろあの結果出してほしいよ、そうです、勝ってるから笑えるけど、はい、勝ってなかったら笑わへんで、ほんま、まあ、確かにこんな外国人いて、うん、使わないって言ってるチーム今半身ぐらいですよ、そうですよ、こんな勝ってるから笑えるだけで、はい、そんなも広く車になったら途中から外国人取ってきてんだよ、わけのわからん、そうですね、うん、だからサバイバルはレフトライトキャッチャーやな、うん、だから小野寺とか、うん、ね、それこそノイジーとかミエセスとかそこに名前が上がってこないだけ、上がってこないことが寂しいよな、そうですね、あと前川右京か、はい、ね、試合前だと野口っていう選手がいるんですよ、あ、野口ね、うん、めっちゃいいらしいです、こう右ね、へぇー、右渡り京介、はあ、これ中田君じゃなくて井上君ちょっと苦しくなっちゃうね、言われてるんですよ、うん、思い切って小畑外野行く、あの種類うまいけどなだからどっちもできたらよくない、ですよね、もう試合出れた方がいいや、はい、ぶっちゃけ、うん、ショートであって甘んじて出れへんのやったらショートもできるけど外野もやって、あ、でも岡田さんマルチポジション好きじゃないもんな、あ、そうですね、コンバートしないですよね、あ、マルチポジション好きじゃないんや、うん、補欠に甘んじるしかないな、うん、レフトライトキャッチャー、まあ、キャッチャーはねどっちかだけど、うん、レフトライトはどっちかだね、うん、森下選手一歩リードしてる気はしますけどね、印象の問題じゃないですか、そうそうそう、印象的には、うん、やっぱ優勝には欠かせなかった、最後良かったけどな、うん、っていう、だからマラソンで言うと、うん、よーいどんで、はい、みんな競技場の中からスタートだけど、うん、競技場の外からスタートできてるだけで、はい、抜かれるかも分かってから、そうですね、うん、いますからね、そんなに、そうやね、うん、だからそこがだけでね、うん、レフト、島田とかね、はい、でまあ、そこやな、はい、サバイバルはね、うんうん、でピッチャー、はい、ピッチャーは先発、まあ、村上ね、はい、確定ね、はい、大竹も確定やな、貯金10やもんな、うん、佐伯ね、うん、確定でしょ、青柳確定でいいか、青柳、え、青柳投手確定じゃないんですか確定ですよ確定だけど、まあ、はい、頑張れよってことだ、あ、そうです、ね、後輩だから、うん、西勇輝、はい、1,2,3,4,5西純也投手も入ってきてほしいけどな、だからあと一つに西純也、うん、門別、うん、ビーズリー、はい、伊藤将司、あ、伊藤将司確定じゃん、はい、じゃあもう決まったわ、埋まりましたね、埋まったな、はい、伊藤将司忘れた、はい、うん、じゃあもうノーサバイバルです、はい、そうですね、はい、あと順番の問題です、はい、どう使うかを、うん、はい、じゃあ、はい、先発、高いレベルでノーサバイバル高いレベル、まあ、高いよね、だからその次に来るのがだから西純也、門別とか、うん、あとはまあ下村、はい、ドラフト1、あ、そうですね、うん、とかビーズリー、うん、っていう感じか、うん、の、いや、いいですね、ね、で、あのガラスのエースの高橋宏斗ね、はい、ハルト、あ、高橋ハルト、うん、スーパーガラスのエース、うん、すごいよ、はい、うん、もうみんな能力がすごい、ダイヤモンドの輝きだけど、はい、強度がガラスもろいんですねめっちゃいるのにな、もったいないよな、はい、本当っていうところだから、はい、で、リリーフ、うん、岩崎、うん、岩貞、桐敷、うん、島本、梶谷、うん、湯浅、うん、石井、あと一人、及川とか浜地とか、うん、ちょっとあのね、シーバ君とか、うん、あ、シーバ投手もね、うん、もう浜地がサバイバル要因、えぇー、ね、一年休んだだけで、うん、でもあれやな、ピッチャーほぼ確定してんな、うん、一人やな、うん、一人一人どうなるか、ね、一人どうなるかなっていう、一人入れるかな、はい、まあ、浜地ですんなりなのかなみたいな、うん、ところあるけども、はい、まあ、ルーキーもいるから、うん、1人やな、もうピッチャーはね、
ほぼ確です、はい、どんなに頑張っても無理、うんそうですね、うん、どんなに頑張っても無理です、うん、こう見たら馬場もね、うん、いても確かにで、あの、うん、ウルチャーラ来たけど、はい、いや難しいねっていう、うん、あゲラいるからあ、そうだ、はい、うん、リリーフ あ、もう終わりましたノーサバイバルノーサバイバル あ、うん、あのピッチャーはゼロに、はい、ゲラいたわ、そうやここに書いてたそうですねだって先発ローテーションは順番いこうか、はい、村上やろ、うん、で、大竹ね、うんまあ、ここが3人目が佐伯か伊藤正史だけど、うんまあ、伊藤正史を次の方に持っていった方が左が2枚入るから、はい、だから佐伯でもいいよね日曜日ね、うん、次があの火曜日から伊藤正史、青柳、西勇輝でいいんちゃう、うん、多いですね、うん、で決まりでしょ、はい、ローテーションで、あと方程式が、岩崎が抑えでしょ、はい、で、多分ゲラー入ってくるよね、うん、で、島本、桐敷、うん、また石井で、はい、あのスクランブルリリーフやって、うん、で、湯浅がまたどしっといて、はい、で、早めになったら岩佐だとか、うん、ね、だからもうノーサバイバル暑いですね暑いね、うん、だからもう島村君とかも入っていくとこないなないですね何かあった時の、うんそれこそ先発のなんか連戦あってちょっと7枚目いるなってなった時にそれこそ西純也とか門別とかで今だったら門別の方が上順番高いしな使いたいだろうしな岡田さんもそう考えたらよ下手したら青柳と西も危ないな確かに正直ちょろちょろしてたらそこに西純也とか門別とかなそれこそ下村君とかよかったら入ってくるかもしれないし一回投げてみてねうわナイスピッチングってなったら、ね、続けて投げてないじゃん茨城関係ってのも難しいですよ茨城ねはいはいはい、うん、だから阪神のやっぱ年齢構成もいいよな、うん、こう30前後のやつってほぼ一軍いんねん、はい、青柳、梶谷、西、島本、岩佐、岩崎って、うん、でここも頑張ってここの入れ替えとともに今度下の茨城君と森木とか西純也、門別とか、うん、及川、富田とかが上がってくるよ、うん、だから年齢構成いいよね、うん、でこの25歳前後のね佐伯、湯浅、浜地、村上、石とか桐敷とかね、うん、伊藤正史とか、うん、もう主力やしなこのカテゴリー分けしっかりしてるよな、うん、いいドラフトだね、うん、さすがスカウト評価がクソだったけど上がってきていいなってきてるところだね、はい、うん、でね、ダイヤのガラスのエース高橋もいるから、はい、あとルーキー本当2人もね1位、2位も出てきてほしいし、だからちょっとレベルの高いやっぱり、はい、さすが防御率いいだけあるな、うん、こうやって見てるとなんか全員が戦力な感じがしてくるという、もうブルペン見てても楽しくないな競争ないからこんなもん、はい、誰かが怪我した時に誰がこう出てくるかっていうところね、だってほぼほぼもう用意って言ってあの最後のあとトラック一周したらゴールですみたいなところいるからね、はい、全員ね、うんうん、まあ、よっぽどのだから次の誰かが調子悪かったり怪我した時に備えるだけだね、うん、はい、っていう感じかな、だからまあキャンプはやっぱりレフトライトやな、あ誰が、うん、あと小畑が本当にショートしかやってないのか見よう、はい、マルチポジション嫌いだから小畑選手ガイアってなってる感じじゃない、その方が試合出れるからな、うん、その出る試合出るっていうことを考えたら、はい、でそのチームとしたら、うん、その木浪がね何人あるか分かんないからっていうのはあるかもしれないけども、はい、本人としてはでもじゃあもう何かあったら糸原でよくない、うん、何かあったら、うん、まあね、まあ、小畑ろうけど、うん、ねどうなんだろうね、まあショートやるな、多分 1% の確率で外野の練習してるかもしれないけど、はい、まあ、99% ショートだから、まあ、俺がザレ言ってるだけだから、はい、で、小畑がレフトとかだってバチッとハマったら面白いんちゃうかって俺が勝手に思ってるだけで、うん、うん、はい、まあ、だからレフトライト誰が、うん、あとはキャッチャーだな、うん、どんだけ声出して頑張ってるかって、やる気からね、うん、高本上の気持ちがどこまで出るか見よう、はい、そこじゃ注目ということですね、はい、はい